かす君と死ねえな多分他人ごとみてえな自分の時間まるで録画したビデオ早送りで送るような日々を過ごしすぎてかけた協調性今日も歩く競歩で最新でいてハイテクであって快適な街並みで感じた内心は安心かなんか感じなだけで足りない気がすんななんか See you later と一人家路に着けばいずれは部屋に着いてそして気づけばふっと襲われる静けさまた繰り返す日だ今夜こそその殻にじっとこもらずに不器用な一歩必死にもがくリリシスコならば掴み取れ生き残るヒントまだ起きてるんですか何が君をそうさせるのですか眠れないのですか眠らないのですか何もせずにぼーっとして笑えないのですか笑わないのですかたった一人その部屋の中でもがきながら手探りで探す僕らが眠らない理由襲われる強力な睡魔今こそゆっくりと寝るんだベッドに入りライト消すんだなのになぜか目が冴える今見上げた天井乾いた喉静けさの中響く僕の鼓動気にするほど気になるもの波の音に聞こえ出した車の音こんな夜に考えすぎるのも割と些細なような物事も焦れば焦りすればするほど不安に胸焦がす明日のこと口癖の明日こそきっと取っ払ってその殻をいっそ真夜中だけのリアリストそこで見つけ出せ隠されたヒントなんで続けないのですかそこに何か意味はあるのですか怒れないのですか怒らないのですかそんな時に笑って言えないのですか言わないのですか日付の変わったその部屋で向き合わずにすり抜けてかわす僕らが眠らない理由672円の映画です。温めますか？ありがとうございました。録音がありません。船木橋ジャンクション付近、夜間工事のため少し流れが悪くなっています。どうぞこの後。なんか最近何をやってもうまくいかない。親友は何でも要領よくこなすのに。つまずいてバカにということなんですがでもね、不器用な子も可愛いよね時代は言ってみれば目が飛び生き残る人種はきっとオプティミスト考えすぎのペスミストたちよそして孤独な夜の詩人よ今夜こそその殻にじっとこもらずに不器用な一歩必死にもがくリリシストならば掴み取れ生き残るヒントまだ気にするのですがならばやめてみたらどうでしょうか忘れたのですか忘れられないのですか過ぎ去りし日々を捨てて終われないのですか始まらないのですか明日からの未来へ向けて気にしないふりして強く思う僕らが眠らない理由まだ起きてるんですか何が君をそうさせるのですか眠れないのですか眠らないのですか何もせずにぼーっとして笑えないのですか笑わないのですかたった一人その部屋の中でもがきながら手探りで探す僕らが眠らない理由